コンターの内部構造。中央は固体ロケットモーター。コンターとは2002年7月3日にアメリカ航空宇宙局が打ち上げた水星探査機である。低予算の宇宙探査を目指したディスカバリー計画の一機だったが、打ち上げから6週間後に通信が途絶え計画は失敗した。計画の費用は1億5900万ドルだった。 コンターは2個以上の彗星を観測する彗星探査機として設計された。1つ目は、円形彗星、2つ目は、シュワスマン・ワハマン第三彗星で、さらに可能であれば、ダレスト彗星や、その他の未発見の彗星の探査も行う予定だった。探査機は、彗星角に 100km 程度まで接近し、次のような観測を行う計画が立てられた。探査機は、 八角柱の形状をしており、総重量は 775kg だった。このうち 377kg はキックモーターのスター30個体ロケットに、また 70kg は液体燃料に占められた。姿勢制御はスピン安定と三軸制御を併用したもので、通常はスピン安定で飛行するが、観測の際は三軸制御に切り替えられる。また、水星のダストが、 探査機に障害を与えるのを防ぐため、本体の片面に厚さ2 5トルのシールドを備えていた。コンターは2002年7月3日に、ケープカナベラル空軍基地から地球を周回する軌道へ打ち上げられ、6週間後の2002年8月15日には、地球軌道から離脱し彗星へ向かうために、固体ロケットの噴射が行われた。この噴射は、 探査機との更新が一時的に不可能となる位置で行われたもので、噴射から46分後には更新が再開するはずだった。しかし予定の時刻を過ぎても探査機の信号は受信されず、以降探査機との通信は途絶えたままとなった。運用チームは探査機との接触を試み続けたが、同年11月に探査機の喪失が表明された。 更新途絶後に行われた地上からの観測によると探査機がいくつかの物体に分解したらしいことが判明した。調査委員会はスター30ロケットの噴射で探査機が加熱され耐えきれずに崩壊した可能性が高いと結論付けた。ただし事故前後のテレメトリーが受信されていないため正確な原因は特定されていない。他の説明としてロケットの爆発、 宇宙ゴミの衝突、姿勢制御の異常などが挙げられている。なお、飛行が順調なら探査は次の日程で行われる計画だった。ありがとうございます。